行われた全国赤十字大会。雅子さまは日本赤十字社の名誉総裁として出席された。名誉副総裁を務める紀子さまなど女性皇族の方々も壇上に。雅子さまは赤十字の活動に功績のあった個人や団体の代表者13人に表彰状を手渡された。日本赤十字社の名誉総裁は昭和22年1947年に香淳皇后が就任して以降代々の皇后が務めている。雅子さまも結婚後に名誉副総裁に就任、全国赤十字大会に出席されるようになった。これは去年行われた全国赤十字大会、美智子さまが名誉総裁として最後に出席された時の映像だ。雅子さまの出席は15年ぶり。壇上から退場する際、美智子さまは雅子さまに手を差し伸べ隣に招き、お二人で客席に深くお辞儀をされた。美智子さまは先月30日に名誉総裁を退任され、今月1日雅子さまにその職が引き継がれた。そして今日が名誉総裁としての最初の大会。去年の豪雨災害の際に活動した岡山の医師による報告も行われ、雅子さまは時折うなずきながら耳を傾けられていた。連携がとても大事だということをよく分かりましたと言われまして、こういった今後もそういった活動を続けてくださいと励ましをいただきました。